どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は雷鳴八卦の使い方が分かったヤマトを使っていきましょう。我の国を開国するんだ。それでは HP 減らすところからスタートしますね。まずはこの作業、ここがね、どれだけ早く終わるかによってだいぶスピードが変わってくる。我々に挑むか。オッケー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 。 できればクロコダイルとドフラミンゴの間ぐらいに入っとけばダメージが結構入るのでね。オッケーオッケー。俺たちが相手をして、全然ダメ。もっともっともっと叩いてくれ。一応赤まで減らそうか。ああ、赤まで減らすと良さそう。オッケーナイス、オッケーナイス、いい感じ。あと一発、よし、オッケー。まあまあいいか、今回で。オッケー。本気バーストしてないけどいけるっしょ。あれあれ、ちょっと待って、ドフラミンゴは、ドフラミンゴが若干いけてなかった。でも大丈夫、いきましょう。使うものすべて砂に返してやろう。ローをね、一発でいきたい。ああ、いけるやろ、いけるやろ。本気バーストじゃない、ヒーローの力は入ってないけども、よし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 ミホークを、いやもう3体同時行きたいね。3体同時、来い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 。ミホーク、もうちょっと動いてこい。もういいや、もういい。来た来た来た、ミホークもナイス、いいね。やっぱこの空中の雷鳴八卦マジ最強ね。うん、これがあるだけでも全然強すぎる。 OK、 いけるかな。よし、でここの3大将もワンパンで全部一気に倒したいね、できれば。 OK、寄ってこい寄ってこい寄ってこい。おい、あ、バカ、うわ、反対側に打った。いやでもキザル倒した。オッケーオッケー。うっそ、もう嫌なやつ、もういや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 、暴れ出すともう嫌なんだよ。倒せ。オッケー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 、ナイス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 。どっち、速攻いけ速攻いけ。でガープと戦国をいっぺんに倒したい。革命軍の手で、どうだ。せ、おお、しょ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 、いいぞ、めっちゃくちゃいい、めっちゃくちゃいい。オッケー、ワンパンでしたね。あの技もめちゃくちゃ強いんだね。同じゾーン系でも超ダメージ入る。オッケーオッケーオッケー。広いな。できればゲージを貯めて本気バーストまでしたい。無理か、若干無理だった。でもオッケー、いくぞ。僕はおでんだ。ここはこれで倒す。そうだ若造、いけるか。その先を俺に見せてみろ。いや、うん、肩振りどこ。マジかよ。よし、オッケー。いや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 、こいつらに使いたかったけどな。仕方ない。おーし、これが光月おでんの力だ。オッケー、お前に任せりゃ。ちょっと待って、若干取っとけ。いくぞ。オッケー、どうだ。おっしゃ、
ちゃくちゃいいぞ。ちょっと待って、サボたちが変な動きしてる。光月おでんが打ち取った。行くぞ。速攻で倒す。いける。白ひげが若干避けた。いい。OKOK。エースさえ倒せれば大丈夫です。ちょっと待って、白ひげ何してる。ちゃんとこっち側に向かってきてくれないと困るよね。 OK で、サボを倒したい。サボを、あぶね、回復飛んだよ。よし、どうだ。ひまちゃんも一緒に行って。ナイス、回復は飛んだよ。勝負したくなってきた。オッケー、オッケー。これ雷鳴発揮を一旦引くか。貯めときたい。僕の勝ちだ。君の熱い炎。ちょっと待って。エースを思い出したよ。もうちょっと。ザコはいないんか。あっち側か。うわあ。オッケー、オッケー。ザコ若干倒して本気バーストしよう。オッケー、オッケー。よし、で、ここで、ここで決着をつけようじゃねえか。よし、どうだ。お、サボ、ミホーク、シャンクスも抜いた。あと戦国、どこだ。どう、じゃあ、ままならぬこともあるか。よっしゃー、うん、な、まあ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 、最後の最後は全員まとめていきたかったんだけども、戦国が若干残ったね。でもシャンクスワンパンってなかなかすごいよ。マジで強い。6分16秒ですね。最初のね、 HP 減らすところがちょっと時間かかったんだよね。とあと赤犬だね。あそこをミスったっていうのがでかかった。あれがなければ全然5分台いけそうですね。マジでね、空中の雷鳴発揮が強すぎる。シャンクスワンパンできるってなかなかだよ。はい、ぜひね、使ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。